しゃあない、一時休戦、信頼の証だ。ギャッ、ここか、ここか、するわけないでしょ、ここどこだと思ってるの。おい、お前な、止めるも大概せよ。素人がプロの考えに口挟まないでくれる。信頼がなくていい演劇ができると思ってんのか。心の努力が物を言う世界なの。私なんて昨日3時間しか寝てないんだから。俺なんか2時間59分しか寝てねえわ。2時間59分しか起きてなかっただろ。そんな真っさらな目覚ました寝不足がいるか。ああ、もういい、もういいから。よかないわ、このとんがりプッツン猛毒メンタル。だからもういいって。おい、こっからはオフレコよ。まだ世間にはシルビア・ネルセンが演目って知らせてないの。漏らしたらただ置かないわよ。まだ注文つけてるな、ずずしいやっちゃな。マジで初対面で拍手拒否るかなあ、厚道。お前もやった。演目告知なしでお客さん来るの？ニーナ・ロシュフォールの復活公演として大々的に宣伝してるわ。目が超えた層はちゃんと見に来てくれる。財産全部注ぎ込んでも成功させる気なの。これ台本。セリフこんなにあんのかよ。これ半分だから自分のセリフだけ覚えるとか舐めたことは考えないでね。今度は演劇か。よくよく他人事に巻き込まれるやつだ。極力のリーダーって暇なのか。仕事のうちです。え、こっちがリーダーなの？友人普段丸出しだけど。お前アスリートスタジアム見てなかったんかよ。この狂言ちゃんと管理なさいよ。おい、これ噛みついてきたのはそっちだろ。待て待て、違う違う、待て待て、まあじゃない、まあよ。違いが分かんねえよ。まあとまあよ、全然違うじゃないの。だから分かんねえってんだ、具体的に言ってみろ。1階席の上から3番目の席にまが乗っかる感じで言ってみ。できるかそんなもん。ま、演技はリアルよ、リアリティが説得力を生むの。あんたそこだけ集中して練習しな。舞台のセットを作ってやってもいいけど高くつくぜ。おいくら？報酬は200万ギャランってとこかな。本来なら190万ギャランのとこだが、江戸っ子の一気を込めた金額にしたったんだぜ。高な取りゃ。相場はいくらなの？本業じゃないから相場は関係ないね。俺を尊重そこらのダークと一緒にしてもらっちゃ困るな。熊場組といや200年続くダーク。契約するわ。支払いはクレジットでいいかしら。キャッシュオンリーでいい。後払いは？いいよん。ふんふんふん。明らかに取られてる。納得いく的なら払う価値があるもの。機材運んで立ち稽古する場合はもたもたしないで。他から俳優さん来るから準備しといて。コーヒーが砂糖1個とミルク半分。反省点を書き出してあと共有できるようにしといてよ。散らかったから片付けて。あのニーナさん、僕ら別に雇われてるわけじゃないんですよ。やってもらって当たり前っておかしくない？しょうがないでしょ、男手が必要なの。女優は今晩までのコンディションに命かけてんのよ。ストレスはダイエットや肌荒れに影響するから黙って働いてもらえる？ケーキ食べてたよ、全部吐いた。それもこれも全て舞台のためなの。文句言わずにちゃっと働け。だそうだ、とうとう命令になっちゃったよ。あつみちゃん、お前それでいいんかよ。もういいじゃん、言うべきことは言ったよ。お前俺にせっつかれて動いただけだろ。ちょっとクロス君、はい、ただいま。察してあげて、マインドの問題なの。男手が足りないならデストロイヤーズに来てもらおう。ひゃっはー、おらおら、俺たちは天下のデストロイヤーズだ、文句あっか。お疲れ様です、あつみち様。ちょっと手伝ってほしいんだけど。はい、文句はございません。一声かけりゃこんだけの兵隊が集められるんだぜって顔ね。そんな顔してないだろ。まあいいわ、すごいことにしといてあげる。よし、ダメを君にしてはって顔されてるぞ。舐められてんだよ。ちょっとクロス君、はい、ただいま。ランクは変わってねえじゃねえか。ミトレンはお前ごきるきのリーダーだろ。厳しくて頼れる強いリーダーらしくしてみせろ。お前いい加減にしろ。自由にしていいって言ったのはそっちだろ。そらまた揉めた。意見をまとめて一致団結させるチャンスだぞ。いけい。どうしたどうした。喧嘩のシーンは自由でいいって言われたから。自由でいいって言ったなら自由にさせればいいじゃないか。ペチャパイとか釣り目とかメーカーとかするんじゃないっての。てか喧嘩売ってんのか。そうだよ、言い方考えろよ。どっちの味方なんだよ。負けるな、言ったれ。心にもないセリフだとリアリティないわ。心こもってるから腹立つわ。僕が決める、僕の言う通りにやれ。ほう、でどうしろと。それはですね、はっきり言えば今考えてるだろ。例えばですね、そうですね、はっきり言ってですね、わからん、長い。ちょいペチャパイやや釣り目、穏やかなメーカーにしてはどう。禁止の問題じゃないわ。じゃあ間を取ってペチャパイやや釣り目、両方の顔を伺って半端な結論が一番ダメだわ。言い出しっぺが脳みそフリーズしてたら収拾つかんだろ。リーダーらしくガツンと一言言ってやれ。男のくせに寛容できんのか、女優のくせにリアリティできんのか、これ頼れる強いリーダーじゃなくて嫌味なクズ野郎だから。自分が分かってないな。鏡でヤサ男の顔を見てみろ。スパルタする人間か。キャラにないことをするな。ちゃんと筋道立てて喋ってみろ。じゃあやっぱりペチャパイ釣り目めキャラで嫌だって言ってるだろ。じゃあそれなしにしよう。俺は俺の案が最高だと思うぜ。じゃあどうしよう。解決しねえじゃねえか。ノープランで紛れてくんな。突っ込んだらこっち二人で勝手に決めるわ。お前に対する不満で意見がまとまって一致団結したな。あとお前の評価で喧嘩になってるぞ。お前が下手に動くと揉め事が起こるな。おはようございます。うくさ、なんだこの匂い。なになに、痛い、何があったの。また暴れたんか。にしても派手にやったな、あいつ。ゴリラが宿ったんか。失礼なこと言うにゃん。おい、酒くさ。こいつと私は心通う親友さ。辛い時はいつでも慰めてくれんだよ。
一体何が？著作権所有者から上演許可取り消しの連絡が来たのです。は？なんで？こうなったら全部話しますよ。ニーナ・ロシフォールは子役が大成しない芸能界において異色の存在だった。群を抜いた演技力を買われ将来を嘱望される。反面肥大化した自尊心は傲慢を生み、関係者から反感を買うが本人は気にも留めなかった。そしてツケが回ることになる。ゴシップにより全ての仕事が流れる。噂されるのは肌で感じていたが、嘲笑や憐憫への怒りより仕事できないことの方が辛かった。かといって変わろうともしなかった。何としても見返してみせる。持ち前の意固地と負けん気で、叩かれるほどにこの道で生きていくと決意を固めた。自分ならもっとうまく演じられる。門前払いされても裏方としてボランティア参加し、どんな小さな舞台でも役にこだわることなく引き受けた。数年後転機が訪れる。人のセリフも全て覚えていたため代理で出演した舞台、その開演が本物を見抜く目に留まる。タラドナルドが反戦主義者による小説の舞台化をしたシルビア・アンネルセンに大抜擢された。シルビアは貴族の生まれであったが戦争によって没落し、家族を養いながら反政府主義を貫くストーリー。自分に最も近い存在。舞台は大好評。何度も公演された。老若男女問わず容赦ないタラドナルドから叱責はおろかダメ立ち一つされたことはなかった。寵愛を受け固い絆で結ばれる。このタッグは演劇界の常識を100年更新すると評された。その頃から大人の汚い世界を見るようになる。今度うちの CM にシルビア・アンネルセンのドラマ化を。今ニーナさんを主役にした舞台の企画を進行しておりまして。オーケー、全部引き受けるわ。ありがとうございます。見向きもしなかった者たち、陰口を言っていた者たちが厳しさを返して差し伸べてくる。どす黒いて。理解した喜びに勝るほどうなされた。ただ演劇に没頭することのみが救いだった。その異様なまでの劇への没頭が頂点に達した結果。シーン45。ちょっと待ちなさいよ。シルビアがまだ来てない。シルビアはどこ？誰か早く呼んできて。あ、そっか。シルビアは私だった。時々自分が誰なのか分からなくなる。タラドナルド監修のシルビア・アンネルセン11回目の公演でのこと。劇の本番で世相を反映したセリフがひらめいた。シルビアが横柄な警察と衝突するシーンで、皇帝にでもなったつもり？まるで暴君ね。台本にないセリフを付け足した。ニーナが変えたセリフは口うるさい評論家からも賛辞が送られた。彼女はタラドナルドの役に立てたことを心から喜んだ。だがそこからタラドナルドは急変する。お引き取りください。二度とあなたと仕事はしないとだけ仰せ伝っております。そんなに自分の思い通りにしたっけ許せないわけ？私のセリフの方が冴えてたわ。私には私の表現したことがある。私を信じてほしかった。うむ、あいつずる恩師からの絶縁。二度目の落ち目を経験。仕事は片っ端から打ち切られた。起死回生を目指した最後の舞台。しかしシルビア・アンネルセンの上演中に州警察が乱入。今まるで暴君ねと言ったな。舞台は中止だ。やめて、お願いやめて。生まれて初めて人前で懇願し涙を流した。落ち目として笑い者にされた。メンツを失った。それでも夢は諦めきれない。再起をかけ自ら劇団を立ち上げ、例のセリフはカットすることで州警察の了承を得て、常連客に手書きでダイレクトメールを送った。なんだてめえ、鉄筋食らってんじゃねえか。俺らを騙したんか。練習のセリフを勝手に勘違いしたあんたらが悪いんだろ。利用された方が負けなんだよ。ちなみにご自身さんも嘘で大抵無試験です。著作権所有者側の主張は監督脚本までニーナ・ロシホールだとは聞いてなかった。週から上演中止にされた経緯も匿名で垂れ込みがあった。過去に警察沙汰を起こしてるから裁判も無理そうで、そもそも脚本もタラダナの同選挙の上乗りだし、今回グレーばっかりだった。合わせ技でブラックだろそれ。なんで事前に説明しなかったの？したら上演させてくれるか分かんないでしょ。まあ身から出たサビだな。おい厚道、俺もういいわ。こんなやつ謝らせる価値もねえ。事故にあったと思って諦めるわ。本人罪関わりたくねえ。ニーナさん、私はもうやってらんないです。エージェント料今日までの分で結構ですから。ああもうどいつもこいつも遅れのバカばっかだ。リーダーといえば突破力ある強いリーダーを想像しやすいが、いい加減にしろ。強いリーダーはチームを殺す副作用をはらむ。強さを見せつけるとフォロワーは萎縮、依存し、意見が言えずミスを隠蔽し、顔色を伺うようになる。連続は生きづらいさや支援の衝動にすらなる。チームを生かせるのは弱いリーダーだ。積極的に助けてもらい、自主性を重んじ、不敵な人に共感できる。人を責めて揉める具を犯さない。得て増えては互いに補う好循環を作り出せる。ただし弱虫ではない。リーダーが率先して自分の弱さをさらけ出すことで、弱さを見せ合い互いに支援するチームを作るのだ。ニーナ、まだ諦めちゃダメだ。今あるもので何かできないか考えよう。まだ何か方法があるはずだ。君に、僕らにできることが。そんなこと言ったってどうしろっての？どうしろって、それは、その、とにかくまだ諦めるべきじゃないと思うんだ。無責任なこと言わないで！今まで私がどんだけ波乱曲折あったか、どんだけプライドズ殺害になったか、辛いのに根性で乗り切ってきたか、この舞台にかけてた私の気持ちがわかんのかよ。何もかも無駄な歩きだったってこと。もうおしまいだって言ってんの。慰める気がないなら出ちゃえって。ちょっといい加減に。それだ。君の人生を劇にしよう。
幼くして将来を嘱望されたこと、人間関係でしくじって干されたこと、恩師に見つめられ復活したこと、大人の汚さに嫌気がさしたこと、セリフを変えてまた干されたこと、そしてまた立ち上がろうとしていること、波乱曲折あった君の人生は最高にドラマチックだよ。全部リアルに再現しよう。自分のことだから描けるはずだ。無理よ、やろう。僕はやりたい。全部リアルに再現したら、また集計札が黙ってないわ。まるで暴君への下り。もしもし、こちら極竜記です。舞台を中心にしたり、セリフを検閲したらしいですが、それって表現の自由に抵触しますよね。はあ、皇族侮辱罪ですか。でも、まるで暴君ねが皇帝陛下への侮辱だって言うなら、あんたたちは皇帝陛下が暴君だと思ってるってことで間違いないですか。許可が出たよ。これで集計札は動けない。でも、あとはみんなの心次第。僕自身がやる気を出すとしたら、どう言われた時か。どう言うべきか。リアルな気持ち。みんな聞いて。みんなごめん。みんなから頼りにならないと思われたくなくて、僕は自分の中にない人間性を出そうとしてしまってた。厳しくすることと嫌な対応をすることが一緒になってた。僕は間違ってた。だけど逆にチャンスだとも思うんだ。お前が言うなって言われるかもしれないけど、僕は腹を割って話すし、みんなの話を聞きたい。厚道様。様つけなくていい。今は独裁が必要な時じゃない。強制じゃなく自主的に動いてもらうには。さあやろうよ。これは僕たち一人一人のための劇だ。意見が割れたら我慢してもらう時もあるけど、失敗したら僕が責任を取る。さあやろう、やろうよ。他の連中が動き出しただけじゃなく目つきが変わった。リーダーの役割は脅すではなく乗せるである。よっしゃ、一応やったろうぜみんな。ちょっとはずい。自分のことだから描けるはずだ。確かに長年この世界にて、なんで今まで脚本やらなかったのかしら。アイデアを形にするの楽しい。作詞作曲もチャレンジしてみよう。リーダーさん、最近変わったくない？これ追加の台本よ。急いで覚えて。これ一人で書いたの？私の名前で世に出るの間違っても本番でセリフを変えないだよね。そういうお前はタラグからのセリフを変えただろ。私は結果を重んじたの。あの時はあの方が受けたからいいのよ。じゃあ俺が本番中にもっといいセリフを考えたら変えるぜ。絶対ダメ。なんでだよ。だってそんなことしたら、だってそんなことしたらなんだよ。とにかくダメなものはダメなの。答えになってねえわ。うるさい、黙って言うこと聞け。いい加減にしろ。え、嘘。何しとんねん、ボネコラ。すいませんでした、すいませんでした。なんなんだよ。変わってないか。まあ、その言いにくいんだけど、作り替えだろ、分かってるよ。あのだけじゃなくて、納期の短縮だろ、これ取るわい。もっと重要なことが。なんだよ、うるせえな。こっちから仕事中だぜ。予算の都合上、報酬はこれ以上上げられない。もし嫌なら契約破棄でも。なんだ、うなことかよ。じゃあ契約破棄だ、タダでやるよ。江戸っ子の心意気だな。あ、ラストのセリフなんだけどさ、私は一人で生き抜いてみせる。この素晴らしい仲間たちと共にの方がよくね。絶対嫌。私の価値観に仲間のためとか仲間のおかげでとかはない。それ言うの想像するだけで鳥肌が立つ。二度と言わないで。つくづくへそ曲がりだな。一般受けするラストじゃないと閉まらんだろうが。人気取りのための薄っぺらい切れ事なんて真っ暗よ。ああそうかいな。でもこれで感情移入できるか。ここはリアルより一般受けの方が。ニーナの言う通りにしよう。この舞台では等身大の彼女がメインだ。彼女のリアリティにこだわるべきだと思う。たとえ興行として不正解としても、そこは曲げるべきじゃない。本番2時間前で列ができている。頑張ってね。頑張るなんてナンセンスだわ。やれるだけのことはやった。上演前にもう結果は決まってるの。練習は本番のつもりで、本番は練習のつもりで、幕が開いたら実行するだけ。じゃあ楽しんできて。その方がしっくりくるわね。リーダーさん、お越しくださると思ってましたわ。タラタナルドご選挙。てっきりシルビア・アンデルセンかと思ったわ。いけつしだもの。その予定でしたが、何者かによって妨害されましたの。まあお気の毒に。楽しませてもらいますよ。ええ、ご期待に応えてみせますわ。